はい、ノムカツでございます。なんで、結局ね、地球が温暖化してるか、結局重大ニュースやろうと思ったんですけど、重大ニュースより、で、一番今ね、世界のトップの方で、トップっていうか、日本、どういう、例えば来年どうなっていくかっていう、経済とかいろんなことでですね、要は環境問題って本当ですかってことなんですよ。環境問題なんですよね、要は問題は。環境問題なんですよね。で、環境問題っていうのは、だから結局ね、目的と過程っていうか、要は監視社会を進めていくための環境問題なのか、世界支配を進めるための環境問題を使ってるのか、本当に環境問題があるのか、それとも地球は温暖化してない、CO2 なんて全然関係ないっていう人もいるわけなんですよね。で、それによって、またちょっといろんなものが変わってくるんですけど、要は環境問題っていうのは人口問題なんですよね。人口が減れば、人口が抑制されれば、環境問題も解放に向かっていくんですよ。だから CO2 の排出量は、よく言われるのは CO2 な、他にもいろんな問題あると思うんですけど、CO2 の排出量も人間活動が減るわけで。ということは、一応一見、経済を抑えることになると思うんですよね、いろんなことね。プラチック、あの、環境税かけたりとかして、多分ほとんど気づいてないと思うんですけど、コロナの時もそうなんで、コロナの時もそうなんで、下がって、あれなんですよ、人間活動を抑えていくっていうことは、結局来年もなんて言うんですか、SDGs のために、環境問題のために、なんて言うんですか、経済活動を抑えていくってことは、言った数字、統計的には出生率が下がったりとか、自殺率とかが上がってくるっていう、暗い話なんですけど、そういう、流れがあって、実際環境問題が本当かどうかっていうことをまだ議論が分かれてるわけなんですよ。で、今のね、資本主義経済っていうのは、その資本主義経済について話し出したらまた結構すごい長い時間になるんですけど、人口が増えれば経済成長を維持できるから、今までそうやって人口っていうのはここ100年間ずっと増えてきたわけですよね。ということは、今の経済体制を続けていくことによれば、もう足していこうと思ったら、言ったピラミッドがあって、土台支える人が大きくなっていけば、とりあえずだましだましでも続いていくのが今の社会経済体制なんで、そうなってくると、今の環境問題が本当かどうかわからなくっても、いつかその頭打ちが来るんだったら、今のうちに手を打っていこうっていう考え方もあるわけなんですよね。だから、人口問題、環境問題が人口問題なんだとしたら、言ったそう考えてる人たちがと、あ、いて、要は結局、人口10億人くらいに、ちょっと縮小していこうってことは、かなり劇的な変化みたいなのがあるかも、みたいな話と、で、それをなんていうんですか、テクノロジーを張り巡らして、なんていうんですか、環境問題、理想の社会みたいなのを実現していこうみたいな方があってですね。で、この人口っていうのが問題なんですよね。で、今の民主主義を推し進めていこうとアメリカなんかがしてるんですけど、民主主義っていうのは、一応学術的に言ったら、要は、何万人以上で、民主主義を実現しようとしたら、やっぱ実現できないみたいなのがあるらしいんですよね。ということは、例えば人口、特に中国なんかそうなんですけど、人口が多くなれば、例えばそういう民主制っていうのは成り立ちにくいっていう理屈もあるらしいんですよね。
ということは今の人口が80億で100億になったら、まあその民主主義っていうのはほとんど機能しないんだってことなんですよ。で民主主義、まあ岸田さん見とっても分かるんですけど、民主主義が選んだリーダーっていうのはどうなのっていうあれもあるわけなんですよ。そうなってくれば、まあ、これからの社会っていうのは監視社会であったりとか AI であったり、まあ、実際はその頭の賢いエリートが動かしていくみたいな、まあ、共産主義の理想ですよね。だから共産主義がまた一時期葬られたように思ってたんですけど、蘇ってきてるっていう、まあね、結構ね、中国型のその今監視社会、ハイテクノロジーを張り巡らせたあのテクノロジー、監視社会みたいなのが、まあ、これからの社会になるんかな、これからそういう風にしていこうみたいな勢力が、まあ、あるらしくって、そういう人たちっていうのはある巨大投資グループ、資本グループとしてまとまってると。でかなりあの日本のメディアとかっていうのはもうかなり多分ね、小泉政権ぐらいの時から特にやと思うんですけど、まあ、かなり握られて印象操作とかもされてるみたいな、まあ、話で、だからまあそこからコロナの陰謀論にもつながってくると、まあ、コロナの陰謀論、まあなんかその重大ニュースの中にもコロナ感染者がどうとかって、まあ、言ってて、僕ワクチン全然打ってないんですけど、なんでそこで要はそのグローバリゼーション推進派の人たち、その資本グループとかが、まあ、ウクライナもその監視社会化が進んでるらしいんですよね。だからそれに脅威を感じた、要はその中国とかウクライナをモデルケースとして、それがどんどん、あ、これってウクライナでうまくいったんやったら、それがその例えばその他の国にでも適用していこう、いや実験国家なんですよね、あ、うまくいってるんやったらってことなんですよ。で実はそれプーチンとかそれ知ってて、要はその結局この波にウクライナで成功した監視社会っていうモデルが結局は例えばロシアを追い尽くすんじゃないかっていう恐怖感が、まあそれもね戦争の理由、まあ、それでもダメやと思うんですけど、プーチンは悪者やと思うんですけど、なんで例えばその戦争、ウクライナ戦争に対してお金を、まあ、拠出、アメリカがケツ書いてヨーロッパにもお金出させてるってあって、そうなってくるとヨーロッパとかいろんなその物価が上がったりとかいろいろして、あのなんていうんですか、あの物価が上がったりして生活が苦しいんですよ。そうなってくると自国ファーストの政党が出てきて政権が倒れるみたいなことが、まあ、イギリスとかでも起こってるんですけど、無論戦争が長引けば長引くほど、例えばそのロシアのプーチンと早く交渉して戦争を終わらして、でそれで例えばその自国民の生活を大切にしていこうっていうことなんですよね。でこの仕組みっていうのは、戦争が長引けば長引くほど例えば自国民は苦しくなってくるし、お金、日本も税金が上がっていくんですけど、しかもロシアが暴れてれば暴れてるほど結局例えばその軍事費を上げざるを得なくなって、結局アメリカとかの軍事産業が潤うみたいな、でそれ全部その軍事産業とかそういう系の企業って、まあ製薬会社もそうなんですけど、ある巨大資本でつながってるっていうんですよ。だからその多分ね、グローバリレーガン大統領のその日本のバブル崩壊頃からだと思うんですけど、世界がグローバリゼ化してきてたことによって、その多国籍に動くあの巨大資本グループみたいなのができて、まあ、そういう人たちっていうのはその各国のメディアとかを巨大なシックスお金を使ってその動かしていって、その各国の、まあ、例えば日本の岸田さんとかもそうですけど、まあ間接的にやっぱもう動かされてるんですよ。でそういう研究もなんかその CIA やったアメリカの CIA あたりがしてると。あの無論例えばその自分の国の周りの国にそのいろんな活動を仕掛けて、諜報活動みたいな仕掛けて間接的に動かしていくみたいな話、まあ安倍さんもそう言われてたんですけど、だそこで安倍さんとつながってくるわけなんですよ。で、まあ、それがまあどうなっていく、例えばその自国ファースト、まあ、多分小池さんとか都民ファーストって全く嘘なんですけど、あのその自国ファーストの動きと、まあでもただね、僕日本を見てて思うのは、そんな考えてないと、ただ単にそのアマゾンとかそういう YouTube で娯楽作品を見て、あ、なんか知らんけど、まあ偉い人が決めるんだからそれでいいんじゃないみたいに思う人もいるわけね。多分そういう人たちがいっぱいいると、多分ね
このグローバリゼーションとか監視社会の流れって止まらないと思うんですよね。それとそれによっておかしいんじゃないのみたいな逆らっていこうっていう勢力も大きくなってくる。で結構ね、今そのなんていうの、巨大資本、グローバリゼーション、監視社会化の人たちっていうのは、まあ言ったら監視社会っていうのはハイテクが必要なわけで、そういう人たちっていうのは要はそのテクノロジーを恐れる原始人が描いた妄想が、まあ、保守派であって陰謀論者だっていう風にレッテルを貼りしていこうとしてるみたいな、まあそういう、まあ、ちょっと図式になってて、ところがね、面白い話があるんですけど、まあ、アメリカ合衆国があって、特にね民主党より、どっちかというとグローバリゼーションよりっていうのはそのニューヨークとカリフォルニアらしいんですよね。で中西部ってアメリカの中間の中にある多くの州っていうのはアンチグローバリゼーションらしいんですよね。でそれからその分断してるって言われてるんですけど、例えばその銃ですよね。でどっちかっていうとね、あのアメリカの東海岸と西海岸の人たちっていうのは、まあ、銃禁止、銃規制の考え方なんですね。で古いアメリカっていうのは銃っていうのは自分を守るために絶対必要なものっていう憲法でも保障された権利なんですよね。でそこで分断してるわけなんですよね。ところがで結局そのアメリカで、まあ、彼らはその自分で自分を守ろうっていう考え方なんですよね、その中部、その東と西以外の人たちっていうのは。でその銃っていうのがその軍隊、アメリカの軍隊とか警察が持ってる銃火器よりもたくさんアメリカに流通してるってことは、いざ例えばそういう陰謀論派みたいな人たちが結構アメリカに3割くらいいるって、じゃあそういう人たちが武装して、例えば州警察とか、州警察じゃないわ、連邦警察とか連邦軍隊とかにと戦争を始めたらどうなるかって話なんですよ。でもその警察とか軍隊よりもたくさんその武器は持ってるわけなんですよ、自分で持って、僕は持ってて、でそういう人たちも結構数いると、まあ、そういう人たちの間で戦争が、内乱が起きたらどうなるんやっていうことも見えるわけなんですよね。なんで、まあ、今はトランプ大統領の話題もあるんですけど、まあ言ったらもしかしたら大きな流れみたいな話があって、結構ね面白い話で、まあ、ジョーカーの話がまた安倍晋三さんの暗殺事件の時に出てきたんですけど、ジョーカーってね公開されたのは2019年やったんですよね。あのジョーカーってそのそうなんですよ、あの危険映画って言われてたんですけど、ジョーカーって最新のジョーカーかな、最新じゃないか、あるんだよ、その暴動だから、その2020年の暴動みたいなのを、まあ、予見してた映画みたいな話で、まあ、そこから、まあコロナ流出、トランプ大統領失脚で、今年安倍晋三暗殺、まあ、あの国葬みたいな流れになってて、まあ、ちょっと世界はちょっとね、まあ、人によって違うと思うんですけど、まあ、ちょっと激動してて、結構ねその辺ですよね、あの環境 SDGs 監視社会、それからアメリカで内乱が起こるかも、分断してるみたいな、まあ結構ねそういうとこがこれからどうなっていくのか見ながら結構ニュース見ていこうと思ってます。では良いお年を。ではさよなら。